平塚らいちょうは、日本のフェミニスト、作家、女性解放運動の旗手であり、近代日本の女性運動の中心的存在でした。彼女は、女性の社会的地位向上と、教育の重要性を唱え、女性解放同盟を共同設立した。政党や、婦人公論などの雑誌を通じて、女性解放運動の理論的基盤を形成した。西洋の女性解放運動や、フェミニズムの影響を受けつつ、日本の文化や社会に適応させる、独自の視点を持った。晩年まで、女性解放運動の活動を続け、女性参政権獲得や、家族法改正などの社会変革を目指した。来庁の功績は、女性の社会進出や、ジェンダー平等の意識向上に、大きな影響を与えました。平塚来庁は、日本の近代女性運動の先駆者として、女性の権利と自己実現のための戦いに尽力し、その功績は、現代の女性運動においても称えられている。チャンネル登録、高評価お願いします。